皆さんこんにちは。尾張旭市の行政情報をお届けする朝ちゃんの時間です。秋らしい気候の日も増えてきて、朝夕はずいぶん涼しくなってきましたね。朝早起きをして体を動かすのにもぴったりな季節になりました。皆さんもいかがですか？さて、今回は尾張旭市民祭について産業課の北川さんにお話を伺います。北川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。北川さん、尾張旭市民祭、市民が主役のお祭りということでしょうか？はい、そうです。今年も多くの市民の方に参加していただけるよう、さまざまな催しを企画し、10月11日土曜日と12日日曜日の2日間、城山公園一帯で開催します。2日間にわたって開催されるお祭りなんですね。どのようなお祭りなんですか？はい、市のランドマークであるスカイワード朝日を中心に、城山野球場のグラウンドが主な会場となります。まずスカイワード朝日横のイベント広場では、多彩なステージパフォーマンスが披露されます。中でも愛知戦国姫隊による華やかなショータイムは必見ですよ。愛知戦国姫隊が尾張旭市にやってくるんですか？はい、そうです。今から400年以上前の戦国時代、尾張三河地方、つまり今の愛知県は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三英傑をはじめ、有名な戦国武将を数多く生み出しています。その武将とともに時代を作った姫たちが現代によみがえり、愛知の素晴らしさや日本の良いところを伝えるのが愛知戦国姫隊です。なるほど、現代によみがえった戦国時代の姫たちなんですね。はい、姫たちはオープニングイベントに登場するほか、ステージ上で華麗な演舞や歌を披露してくれます。また会場内で歴史クイズを行ったり、イベント広場の司会進行を務めたりするなど、いろいろな場面で市民祭を盛り上げてくれます。愛知戦国姫隊の活躍、大いに期待できそうですね。はい、姫たちに会える日を楽しみにしてください。はい、では北川さん、他にイベント広場ではどんな見どころがありますか？はい、今年初めてステージで会場を盛り上げていただける団体を一般公募しました。その結果、抽選で選ばれた5団体が出演します。琴の演奏、ストリートダンス、ベリーダンス、フラダンスのほか、地元朝日野高校の生徒たちがダンスを演じる予定です。わあ、どれも楽しそうですね。たくさんの市民の方が参加して、みんなが楽しめるお祭りなんですね。はい、その通りです。12日は無二流棒の手保存会の皆さんが警護隊として城山街道などを練り歩き、道中鉄砲隊による火縄銃の発砲を行いながら会場へ。警護隊が引き連れる馬の塔と呼ばれるきらびやかな飾り馬具をまとった馬がイベント広場に勢いよく駆け込む様子は迫力満点です。他にも本市と災害時応援協定を結んでいる石川県輪島市からのゲストとして、石川県指定文化財の御神女太鼓が今年もやってきます。独特の面をかぶって激しく太鼓を打ち鳴らす姿は鬼気迫るものがあり、きっと目が離せなくなりますよ。御神女太鼓、ぜひ一度見てみたいです。そうですね、海外でも公演している貴重な文化財です。すでに3回目の市民祭登場となりますが、圧巻の生演奏はぜひ多くの方にご覧いただきたいですね。またご当地ヒーロー神羅特捜シラバスターのショーや風船職人のめぐみさんによるバルーンパフォーマンスは子どもたちに大人気だと思います。そして毎年楽しみにしている方も多い商工会による持ち投げでステージを締めくくります。小さいお子さんからご年配の方までどなたでも楽しめるステージなんですね。では北川さん、イベント広場以外にはどんなものがありますか？はい、城山野球場では2日間とも生活広場、買い物広場、暮らしの安全広場など各団体が出展するブースでは様々な催しが開かれるほか、一般参加によるフリーマーケットも開かれます。いろいろなブースがあるんですね。そうですね、お子さん向けのゲームや作品の展示、誰もが楽しめる体験コーナーなど、実に盛りだくさんの内容です。また城山野球場は商工会が行っているスタンプラリー抽選会の会場として毎年大変な人だかりとなります。
家からウォーキングにチャレンジする方も白山野球場を目指してください。先着1000人の方に記念品として毎年おなじみのオリジナル手ぬぐいをお渡しします。他にも会場からほど近い名古屋産業大学、名古屋経営短期大学では市民祭と同日に大学祭が開催され、共同企画として内場でスタンプラリーを行います。スタート地点の白山野球場で内輪を受け取り、会場内の各チェックポイントでスタンプを集め、その後は名古屋産業大学へ、ゴール地点でお菓子の詰め合わせをプレゼントします。出店内容などの詳細は広報尾張旭10月1日号と同時配布予定のチラシをご覧ください。わかりました。10月1日号の広報尾張旭と同時に市民祭のチラシが配布されるんですね。はい、その他に長池南の駐車場横には子ども広場としてふわふわ遊具を置くほか、先ほどもご案内した愛知戦国姫隊の歴史クイズやめぐみさんのシャボン玉パフォーマンスを企画しています。お子さん向けの広場もあるんですね。はい、そうなんです。それから穂賀城さん、はい、11日に城山公園南の城山街道で行われる金管バンドのパレードも見逃せませんよ。市内9つの小学校の児童たちが日頃の練習の成果を披露してくれます。この城山街道沿いでは例年朝日城の南側にコスモス畑が広がり、写真撮影スポットとしても人気なんですよ。コスモス畑ですか。まさに秋真っ盛りですね。いろんなお楽しみが詰まっている市民祭。ところで北川さん、お祭りといえば忘れてはいけないのがグルメですよね。はい、スカイワード朝日北側の駐車場で食の広場を開設します。29団体が出展し、たこ焼き、焼きそば、串カツといった定番グルメのほか、市の特産品なども販売します。お祭りの会場で食べるものはひときわ美味しく感じられますよね。本当そうですね。スカイワード朝日南のイベント広場周辺に設置する地域交流広場でも各地の名産品などを販売しますので、ぜひ足を運んでみてください。はい、よくわかりました。北川さん、では会場までのアクセス方法を教えてください。はい、名鉄瀬戸線は尾張旭駅が最寄りとなります。会場までは徒歩だと約10分、無料のシャトルバスもおよそ15分から30分間隔で運行しますのでご利用ください。マイカーでお越しの方は会場周辺に5カ所の駐車場を設置します。駐車場は例年非常に混み合い満車になる場合が多いので、市内6コースを走る無料巡回バスの利用をお勧めします。停留所や時刻表などの詳細は市のホームページをご覧ください。ぜひ皆さんも無料の巡回バスお気軽にご利用ください。では北川さん、最後に市民祭に関するお問い合わせ先を教えてください。はい、お問い合わせ先は尾張旭祭り実行委員会の市民祭担当、市役所産業課商工係、電話番号 76-8132 です。なお当日の天候などにより催しの内容が変更となったり中止とする場合がありますのでご了承ください。はい、わかりました。北川さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。朝ちゃん、皆さん、9月15日号の朝ちゃんはいかがでしたか。10月1日号はご覧の内容を放送する予定です。そして実は私、今回で朝ちゃんで尾張旭市をご紹介するのが最後となります。今年の4月から半年という短い間でしたが、私も尾張旭市のことをいろいろ知ることができて、暖かくて住みやすそうないいところだなと思いました。また遊びに行きたいと思います。今までありがとうございました。それでは次回もお楽しみに。さようなら。